皆さんこんにちは現代のもの,のけひめことで、ま、ですながらでラジオながらじのお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら温泉のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが基本は編集なしの 生放送感覚でおお届けしておりますはい、もう今日から聴覚障害の方の <laughs> 説明は <laughs> なしでいいかな <laughs>。はい、最後に次回のトークテーマを発表しますので、えー、最後までお聞きください。はい、ということで、えー、本日は4月の4日でございますね。月曜日です。えっ、ー、と、もう、 曜日感覚とあと月感覚日付感覚がなさすぎて大変でございますね4月1日金曜日は年度初めだ年度初めなんですよねでえっ、ー、とこの前のラジオで多分熊本に行くよって話をしててで4月の1日に熊本から帰ってきたんですよお昼で駅前に えっと、私の家の近く家の近くっていうか私の家から一番近い駅のところに降り立った時に、えー、とスーツの学生さんがまあ大学が近くにあったりするのでスーツの学生さんがいたりまあその入学式に一緒に来たであろう親御さんたちがいたりしてあなるほど今日から皆さん入学だったんかっていうのを改めて感じましたね。 金曜日が年度始まりってなんか、いや、場から、明日から頑張るぞってなって土日に入ると、すごく月曜日からのやる気がそがれる気がするのは私だけでしょうか。はい。もう本当に社会人がね、もう卒業、社会人を卒業して5年くらい経つかな。経つので、本当にもう、 あの会社員という感覚が全くなくなった私でございますが、まあ、自営業なんでね学、まあ、んだっていう話ですけど <laughs> はいそうなんですよでえっ、ー、とまあ熊本での出来事はストーリーだとねインスタのストーリーにはあげたんですけど 翔子ちゃんね熊本の翔子ちゃんに会ったんです会いに行ってきたんですまあ翔子ちゃんとは別に何かコラボしたわけではなく普通に翔子ちゃん家に行ってご飯したっていう感じなので写真は1枚あるかなそれはまたあのー、インスタとかツイッターにあげようかなと思いますがあーその他にあの動画を撮った翔子ちゃんは写ってないけどちょっと 熊本でやってきたことがあってそれは動画に撮れたのでまた別の機会で発信しようと思いますはいそうですねこのなのでながらでラジオの間の間では結構いろいろバタバタいろんなことがあって久々,に久々に今日は一日、まあ、外に出る用事がない日だったんです ですよ、ね、で YouTube の編集しようかなって思って向かってもちょっとやる気が全然起きなくてずーっと、まあ、YouTube 私 YouTube を発信しているけど YouTube っていうものあんまり見ないんですよテレビっ子なもんで <laughs> でも久々に結構今日ずっと YouTube を見てて面白かったですね面白いですね YouTube って <laughs> いいですねこうでもついついもう延々と見ちゃうからダメですねはあって気づいて今なので夕方の3時半なんですけどあーやばいラジオ収録しなきゃいけないっていうので YouTube を消して今ラジオ収録しこれが終わったらまた夕方までしっかりと YouTube の編集を行いえっ、ー、と今回はですねトークテーマを特に決めなくてながらでラジオから始まって1ヶ月経ちましたが皆さんどうでしょうかっていうコメントをね、えー、欲しいよっていう話をしましたがまああのー、悪い意見はなく <laughs> 皆さん楽しいよっていうコメントを いいただいてやっぱりながらで聞かせてもらってるので嬉しいです」なんてねれいかさんが言ってくれたりほんと私はあのそういう感じでやってるのでよかったのとあと皆さんからこういろんなこうしたらいいよっていうことも教えていただいたのでえっ、ー、と例えばね表示は現在あえっと 奈緒さんかな,なおさんはあ中学時代に赤坂さんはあれですね「えー、夜も引っ張れ」の赤坂さんですねのラジオや中島みゆきさんのラジオを聞いていましたなるほどいつも聞くたび収録はどんな雰囲気なのかなと思って聞いていました眞子、ま、さんのながらじも同じ思いですそこでラジオの収録風景どのような感じなのか一瞬でもいいので見てみたいですっていうことでした まあでも、なんか、公開収録とかありますよね。たまに。まあ、または、あの、写真で撮ったりとかってあると思うんですけど、もう、ボっサぼさなわけですよ。ボッサボサボッサボサぼ,さぼ,さ <laughs> ぼ,ぼ,さぼさな時もあれば別に、まあ、その日の、あの、データ帰りに撮ってたりすることもあるので、 まあだから声だけって楽だなっていうのはあるんですよね。わざわざこう見た目に気を使わなくてもいいなっていうのもあったのでね。まあ、本当にだからボスそぼそのもうめっためたのおうちにいる感じで撮ってたりするのでまあまあまあでもこんな感じで喋ってるんですよっていうのは何かあのその機会の時にね撮れたら面白いかなと思います。公開収録で、ね。で、きなこもちさんは これがねなんかちょっと面白いかなって思ったんだけど生配信ラジオ、まあ、これも多分公開収録と一緒なんかなって思うこれってでもさ生配信ラジオってあのー、なんだろう生配信と何が何が変わるかなっていうのは若干あるよね、まあ、声だけでいいんだったら違うかもしれないけど。 まあ、そこが難しいのはあるかなって思うけど、まあ、あとま子ちゃんがお仕事先で出会った人にインタビューをしたのを5分くらい流すとかなるほどねうんなんかあのー、ラジオでもさこうお出かけ隊みたいな <laughs> 地元のラジオだと山形のラジオだとお出かけ中継隊っていうのがあってもう本当にラジオだけで、まあ、そこの 例えばお店の名物を食べて食レポしたりとかまあお店の人にインタビューするとかっていうのもあったりしてまあなんか顔出し嫌ですとかね恥ずかしいですっていうのはなんかそういうのが合うのかもしれないな、まあ、だからそういうのはうーんそうだねちょっと 業,業者さん、あ、むずいな、むずい、むずい、ちょっと考え,考えます。<laughs> 考えます。はい。で、えっ、ー、と、今日食べたご飯はまるまるですとか、日常的なこと、今ハマってることなど、まあ日常的なことはね、あの、出来事っていうのはもうちょいちょい小出しにしてるんですけど、まあ、今日食べたご飯はですか今日は、えっ、ー、と、朝とお昼を兼用で食べまして、お昼に、 ウインナーを焼いてカレーライスを食べましたですえー、っとあとはステッカープレゼントとか T シャツプレゼントまあそういうプレゼント企画系はまあラジオじゃなくても YouTube でねまたやっていこうと思いますえー、っと そうですねはいで次とフモさんトークテーマのほかに大喜利とか川柳とか話してる後ろで BGM がかかったりまあしますよね <laughs>。 あ、で、収録風景とかプレゼント企画もっていうのがありますねはい大喜利とか川柳とかってさ <laughs> この今のコメント数で多分言ってもさ全然出てこないと思うんだよね <laughs> でなんかあのガチの何て言うの ラジオリスナーの人たちだと多分大喜利とか川柳とかを出してくると思うんだけどこの今の聞いてる人たちはさあの聞き栓どっちかっていうと聞く栓の方が強いからもうだだ滑だりしそうな気がする本当に。えー、でもなんか。 もっとこう皆さんが積極的にコメントしてくれるんだったら大喜利とか川柳とかあったらいいなって思いますけどね。まあ、BGM はねな,んかなかなかこのあれってねちゃんと本来ラジオだったらラジオの、D、DJ さんがいて後ろでこうかけたりしててさすがに今のねこのパソコンでまあ流すことはできると思うけどまあ別に20分くらいだから流さなくてもいいかなー って思います著作権引っかかっても嫌だしね。はいでえっ、ー、と岩見の国さんは、えー、今一人暮らしをしようといろいろ物件を探したりしてるのですがまこさんが実際一人暮らしをしてみてここは気をつけた方がいいとかやめた方がいいとかあったら教えてほしいっていうことなんですけど、まあ、私も本当にね 一人暮らし初心者で本当にこの物件が初めてなのでそんななんか大きいこと言えるあれはないんですけどでもやっぱり車椅子ユーザーの一人暮らしで思うのはアパートタイプは多分絶対無理あほぼほぼ多分アパート暮らしは多分無理な気がしてるのとマンションの方がやっぱり管理人さんが まあ大体がこういるじゃないですかだからまあ管理人さんが言ってくれるといろいろ日中いる時間帯はすごく助かるんですよねまあだから気軽にそのしかも近隣住民にこう願いをするよりも管理人さんにちょっとお願いしますっていう方が言,え言いやすいしだからそういうこともあってやっぱりマンション賃貸マンションは安くはないけど 賃貸マンションの方が私は一人暮らし車椅子の人するんだったらいいんじゃないかなって思いますそうだねでこの今の住んで住んでる物件ってまあその賃貸だけじゃなくて分譲もあるんだよねだからもう買って住んでる方々もいらっしゃるんだけど なんか多分ちょっと作りがさもともと高齢者用にもなってるっていうのご年配の方々も暮らしやすいようにっていうふうな作りになってるから玄関の段差も少ないしトイレとか、あのー、お風呂場とかにもまあ がっつり手すりがあるわけじゃないけどでも手すりがこう縦手すりとか横手すりとかがもうついてるんですよであの、まあ、全部フラットだし、まあ、だからそういうちょっと高齢者今も今も結構多分高齢者向けのマンションって増えてると思うからそれの賃貸物件がおすすめなんじゃないかなと思います。 まあ,あとそんなに私は生活圏を気にすることはなかったから駅地下とかねなんかそういうのは全然考えなかったんですけどまあでもイオンが近くにあるとやっぱりそのイオンネットスーパーが使えるのもあって、えー、イオンネットスーパーの配達圏に住むっていうのもまた一つ手なんじゃないかなと思いましたまあそれ以外ね あのー、でも,他にもう本当にもともと車いすで使いやすい物件回収しなくても使いやすい物件ってあるから結構しっかりあの探してみると掘り出し物があるかもしれない、まあ、あと予算がねどれだけ組めるかっていうのもあると思うけどうーんだねはいそんな感じ まあ,あと結構他の人からしてみるとさあんまり高層階に進むとねその何か災害があった時に大変だとか言うけどそこはなかなか選んでられないんじゃないかなって思うなんかその車椅子あるあるじゃないけどまあ私は初心者さんだからわからなかったしまあその今住んでる階は1階ではないんだけどやっぱり1階には女性って 女性というかなんかあんまりこう1階には住まない方がいいとかね2階には住まないほどこう下から侵入できやすい高さの場所には住まない方がいいとかねなんかそういうのってありますよねましてや車椅子なんてさあの自分で自分の身を守れないじゃんどうしてもだから何かがあった時に えー、やっぱその1階からなんか侵入まあ安心だなんで安全面災害時の安全面は1階かもしれないけどおそういう人間から襲われるっていうか <laughs> そっちの面での1階ってなんか不安だよなあって思いました、まあ、だからそういう面でもうんね 難しいなって思う思いますはいまあ物件ねあとでも一軒家一軒家タイプ平屋タイプなんてうの別にあーバター首師だから喋ってる <laughs> もさカメラが回ってないと緊張感なさすぎるダメだねあごめん マジで普通にあくしながら喋っちゃうんだよな,なんかあの友達とさ電話で喋ってる感覚になるんですよこのラジオ撮ってる時ってだから普通にあく出る <laughs> だからえっ、ー、となんだっけ何て言うのあのー、その地域の おなんて言うんだっけ経営住宅みたいなさ経営住宅も結構人気で一軒家タイプっていうんですか平屋タイプっていうんですかそういう経営住宅もあるよねなんかそういうところに住んでる車椅子の人たちもいる、うんまあ、だからマンションとかアパートとか限らずそっちの目線で見ても もしかしたら掘り出し物があるんじゃないかなと個人的には思います。はい。まあこんな感じですかね。えー、っと7日次4月7日ですね。YouTube、7日か7日ちょっとね午後に取材が入って てるんですけどまあ多分時間的には間に合うんじゃないかなと思いますはいえっと明日の配信が明日のね、えっと、ちょっと YouTube の配信の宣伝をちょっとしようかなと思うんですけど皆さんインスタフォローしてくださってる方だった とわかるんですが、えー、チャリティーマラソンのあのレッドブルさんとねあの翼をくだ翼がくださいじゃなくて <laughs> 翼が生やせるだけか <laughs> のあのレッドブルさんとのコラボの動画が。 あのインスタグラムでは上がってるんですけど「ウィングスライフワールドランって言って昔から私の動画を見てくださってる方はね一回 YouTube の動画で出したことあるんですけど脊髄損傷のにもう特化した研究に特化したチャリティーマラソンっていうのがあるんですねでそれが「ウィングスライフワールドランっていうもので5月の8日に日本でも開催されます。 で世界全国一斉で走るんですよなので、まあ、どこの国に時間を合わせてるかちょっとわからないんですが日本は夜8時のお、えー、とランニング開始スタートになるんですで、えー、場所はどこでもできるんですアプリと連携してできるものなのでどこでもできるんですけど一応会場として えとセッティングされてるのが新潟県の南魚沼市で東京の、えー、神宮外苑と豊洲とあと愛知の豊田タスタジアムと札幌市と福岡のマリンメッセが一応会場としても設定されていますで車椅子の人も参加できます電動の人も参加できるのかもしれないけど 電動機能は使えないんだよ基本的に手動で走るっていうことが決まってるのでまあだから誰かから押してもらう感じになるかなと思います。でこれは全部あの参加費も含めて脊髄損傷の治療に対して全部寄付されるもので世界では本当にたくさんの方々がね走ってあの毎回ものすごい金額は寄付 にあの行ってるんですけど日本だとまだまだそういうチャリティーマラソン自体も普及してないし、まあ、夜8時に走るっていうこともおそういう大会自体もそもそもないじゃないですかだからあんまりと前メジャーではなかったんです前からあったんですけどねメジャーではなかったんだけどおもっともっとみんなにしてもらいたいもっともっとみんなから走ってもらいたいということで今回は本当に。 ずっとレッドブルーさん協力しているんだけど SNS を通してあのスポーツ選手の方々高梨沙羅ちゃんとかね他のレッドブルーがスポンサーしてる選手の人たちもこう応援してくださってるんですで私は今回神宮外苑の方に行って、えー、走ります走りますって本当にこう 車椅子を一生懸命こう漕ぐんですで夜も危ないようにしっかりあのコースがセットされて走れるようになってるそうなのでまずね最低30分は多分走るんですよ走るっていうか漕ぐんですよ <laughs> だから <laughs> まあもうそれでもう30分後に「もう無理です疲れた」って終わるのもいいしえー、そのなんていうんですか追いかけるおアプリ30分後に 自分らを追いかけ追いかけてくる車みたいなののがアプリ上の中でスタートすするんですねでその車が追いついてしまったら私の今のスピードに追いついてしまったらもうそこで走るの終わりですよっていう競技競技というかチャリティーマラソンなのでもうその車に捕まらないようにめちゃくちゃダッシュであの走る方々もあの世界にはたくさんいてて。 あーすげえ走ってた人がいたんだよね。なんか、そんな走って大丈夫っていうくらい走ってる人たちもね、いるんです。け結果、結果。えっ、ー、と、去年の1、あ、結果もないんだ。出てこない。あ、出た。えっ、ー、とね。 去年の去年とか前回の1位の人は 66.85km 走ってんのよ。4 2 1 k ロじゃないよ 66.85km <laughs> だからどんだけ走ってんねんっていう感じで走ってる人とかいるから、まあ、それくらいみんな世界ではねすごく走ってるんです。で、えー、それ明日その SNS で 公公開開した動画の、まあ、未公開映像っていうんですかそういうのをこうギュッとした動画が明日公開されますので、まあ、インスタグラムを持ってなかったりインスタグラム見てない人はぜひ YouTube でその私のレッドブルとのコラボの動画を見ていただけたらなと思うのとそのまあ参加するしないは一応置いといてチャリティー走らなくても寄付することができたりもするのでまずは その WINGS ライフワールドランのサイトをね、あの見たことないっていう方は見ていただけたら嬉しいなっていうことで、まあ本日はこのくらいにしておきましょうか。このくらいにしておいてやりますか。はい。<laughs> で、次回4月7日、さっきも言ったように、うんまあ、もしかしたらちょっと配信遅れるかもしれないですけど、 テーマ何しますかねまあ新年度になりましたのでじゃあ皆さんが今年この新年度頑張りたいことでも聞いていますかなんかラジオっぽく春から頑張りたいことをお待ちしております。ぜひたくさん。 コメントを書いてあのダイエット頑張りたいですとかでもいいですしね料理頑張りたいですとかやっぱこう書くことで自分のその気持ちをもっと高ぶらせたりよしやるぞーってもうここに書いたんだったら絶対やるぞーっていう風なことにもなると思いますので是非皆さんたくさん書いてくださいはいということで本日のながらじはここまででは またバイバーイ